発一番目。39円のコロッケ。なんと持ち込み OK なんです。これは蜂蜜レモンサワー。これはナンバーワン。うわ、でコロッケ買った激安惣菜屋さんでなんかいろいろ買いました。ね。これが早いの。じゃあ先に行ってください。めっちゃ今。でも美味しい。何を送ったの？カニナカ銀座。ありがとうございました。ということで埼玉のホテルに向かいたいと思います。スキップ着きました。え、ここやんな。大宮に初上陸したんですけど、すごく都会でした。どこ、これ、すごい綺麗、めっちゃ。おしゃれです。開けます。あれ、これ刺すとこない。うわ、履き物を脱いでお過ごしください。あ、それダブルベッドのやつ。うわ、綺麗じゃん。綺麗です。今日はなぜ埼玉に来たかというと、スーパーデーザーのライブです。今から人生で初めて埼玉スーパーアリーナに行っていきます。 GO! さあ、制服恋の顔に預けて、駅のトイレで着替えてしまう夏じゃ、イエーイ、最高でした。コンビニ飯を食べていきたいと思います。川越の食べ歩きに来ました。猫まんま焼きおにぎりを買いました。美味しそう。あへ。ジクス。寝てすっきりしました。温泉に入ります。
ごい賢い。またねー。